自分のそえの同世代とか、まあ別にフランス人じゃなくてもいいんですけど、衝撃を受けたギタリストとか、絶対一人圧倒的な人物がいて、それはもうガブリエル・ビアンコだね。うん。あれは衝撃だったね。こんな上手いやついるわけないやろって、どっかで架空の人物的な存在だったんだけど、ガブリエルって。で、学校入ってパリの、レッスンがガブリエルが俺の前だった。目の前でこう弾き始めるじゃん。もうその時のなんかこう技術っていうのになんかもう常識を覆されたね。こう見たこともない完璧なこう絵を見たような気分。で、その絵を描きたいとか、その色使いが好きとかそういうことじゃなくて、なんか定規使わずにこんなまっすぐな線って人間弾けるんやっていうような驚き。なおさら当時とかっていないんで、そういう風に弾く人ってまず。そう。毎回なんかガブリエル違う曲を持ってくるね、レッスンに。ある日、その、シャッサン、ロリウェイ・シャッサンと俺たちが習ってた先生が、なんか新しくギターソナタを書いたんだよって言って、自分で弾いてて、じゃあガブリエルが、じゃあ来週練習して、弾くって言ってたの。で、もうそれって出来たての楽譜だから絶対その前に存在しなかった楽譜で、超難しかったの、マジで。一週間経ったら普通にアンプして全部最初から最後までめっちゃ聴いてたからね、完璧に。最初のそこのレベルがちょっとこれは他のギタリストと桁が違うなと思って、オーラじゃないけど、なんかこう人間が持ってる元々のパワーっていうものがガブリエルからなんかすっごい感じたね。すごい、だからそれはなんか影響されたっていうか、留学してなかったら出会ってなかった、留学しててもあの時に同じタイミングで学校に入ってなかったら、これはなかったんやろうなと思って、すごいなんか貴重な経験だったね。しかもだってそういう、そこの、なんだろうな、進化をさらに見てるわけじゃないですか。その元々がすごいのに加えて、僕たちはその完全体をしか見てないですけど、彼の成長とかも見れてるのはなんかすごいいいなと思って。志望とかがやっぱそうだったよね。入った時全然って言ったらあれだけど、そんなに上手くなかったもんね。いろんな人が成長していくところで自分が成長できるっていうのも大事かもしれないね。斉藤くんは誰かいる？僕ですか？あんまり興味ないんですよね、僕ギタリスト。ああ、そう。やっぱでもガブリエルは僕もすごい好きで、一回レッスンも受けたことがあるので、彼の。それも、まあすごい僕の中では感触が良くて、あの感性とかって多分彼からしか学べないので、それはすごい貴重だなと思ってて。僕あんまりシャッサーのことは知らないんですけど、どういう人と確かに。かミュージレッシャスンさんとはね、か。許容があるというか、どんな曲持ってっても別にそんなに嫌な顔しないし、なんか割と、まあ、ギター好きで音楽好きなんだろうな、この人っていう感じなんだけど、難しい。だから、例えば俺らがコンクール受けることとか大反対だったし、で、もう、それでなんか結構仲悪くなっちゃった生徒が、すごい多いし、けど、ギターの技術っていうかね、なんかその、和声とかすごいできるから、どんな曲持ってっても大抵結構初見で弾けたりするし、だからいろんな曲を持ってけばすごいいいレッスンを1年間受けられるとフランス、パリの学生が、ね、もちろんずば抜けてうまい人もいますけど、やっぱみんな相対的にものすごいレベル高いんで、もうヨーロッパの中でも本当3分の2ぐらいに入るぐらいのレベルの高さだと思うんで、パリって。やっぱそれをずっと教えてるシャッサンのその功績というかっていうのって、結構すごい評価に値すべきものだと。ちゃんと、その、ここの和声はこうだから、お前はそれは間違ってるよとかって、やっぱり言ってたもんね、その、ちゃんと。俺はシャッサンが言ってることは間違ってると思うとかってさ、みんなでその、愚痴を言ったりするんだけど、でもそれ言えることってすごいなと思って、なんていうの、本当にダメな先生って多分何も言わないと思う。俺は割とこう、はっきり言ってくれる先生の方がやりやすかったから、納得できないことでもはっきりこう、物体として持ってこられる方が分かりやすかったから、そういう意味ではシャッサンってすっごいはっきりした人だったから、だからこっちもなんかすごい考えやすかった大輝さんって、マヌキアンの方は、ね。半分友達みたいな感じ。ああ、そうなんですね。初めて会ったのはね、もうめちゃくちゃ前。もうに、10、15年ぐらい前かな。俺が初めて人生初の国際コンクールを受けに行った時に、トゥリストンは普通に受けてた、まだ、その時。彼、今、ニースでも教えてますし、あとはパリでもね、教えてますけど、あ、そうだね。だってパリの教授になったんやもんね。
そうですね、だからね、ディアンスの後に入ってっていう、うん、パリに留学、ね、ギター考えてる人とかも多分いらっしゃると思うんで、だけど、その、うん、前はね、ディアンスってもちろんすごい有名だったんで、日本でも。はいはいはい。で、まあ、オリーベン、シャーさんも結構習ってる日本人たくさんいらっしゃるけど、トリスタンってまだね、うん、新しいし、全然知らないしっていうところで。うん。ああ、でもトリスタンはね、俺すごいなんか、おすすめしたい人。シャスさんをおすすめするのは結構ね、難しいっていうか、さっき言ったような内容で、人間的にうまくいかないって結構難しいところがあるから、あれなんだけど、トリスさんは人間的にもすごい、まあ、硬い部分はあるんだけど、すごいいい人だし、トリスさんってぶっちゃけその演奏家としてすっごい有名だった人じゃなかったじゃん。で、SNSM の、まあ、パリ国立高等音楽院の、教授になったっていうのは、俺はなんかね、すごい、あの時、みんなはあんまりえって感じだったかもしれんけど、知らない人は。でも知ってる人からしたら、なんか理解できるなっていう感じ。俺はちゃんと習ったことはないけど、まあ、レッスンとか、ミス見た時、隣の部屋でやってたから、たまに見させてもらったりしてたけど、曲一曲渡されて、聴けるまでになる速さがもう半端じゃない。だから、初見っていうか、なんやろね、その、曲を一回弾ける状態までにする力がめちゃくちゃすごい人なの。だから何がじゃあできるかって、その曲を分析する力がすごい。技術っていうよりも多分そっち頭の方がすごいいいんだと思う。なんかあの、うん、本人と喋ればわかるんだけど、あの人すっごい早口なの。で、あれってなんか典型的なこう頭の回転早い人の喋り方で、なんか、なんだよかな。こう考えてることがすっごい早いから、効率がいいレッスンをしてくれそう、トリスタンだったら。まあ、パリ。うん、学士が3年だけど、すごい有意義な3年間を送れると思う、彼だったら。そういう、じゃあ、知識とかもすごい豊富で、賢くて、で、そういう内容とか、情報とかを、ものすごく凝縮して、レッスンの中でも、うん。で、やってくれそうなイメージがある。僕もトリスタンは1回だけ会ったことがあって、それこそニースで教えてる、レッスンしてるところに、あとは、トリスタンの編曲したものとかを弾いてるんで、楽譜を見た感じからも、なんか、すごい、その、なんだろうな、うん、音のその、構築の仕方とか、置き方とか、うん、すごいギターがいいようになるような、配置とか音とかで、かつ、その、できるだけ、やっぱオリジナルに近づける努力であったりとか、その、すごい絶妙な難しさなんですよ。なんか弾けないことはないけど、でも結構頑張らないで弾けないぐらいの難易度なんで。わかる。できるけどやめてよっていうところを攻めてくるよね。うん。割となんかもうザ先生タイプっていう感じの演奏家というよりかはそっちにすごい特化してるというか。うんうん、どうかな。本当にその人の演奏を完全にコピーしたいんだったらもう YouTube でいいと思う。なんかそれって昔はできなかったじゃん。本当になんかそういう目的だったら わざわざ実物を見に行く必要はないかもしれないね。しかもその先生が単にお手本を見せるだけの先生だったらね。そのためだけに留学をその先生のとこに行くっていう、うん、なんかその重要性みたいなものっていうのが、うん、まあ昔よりは大きくないんじゃないかなっていう。でもさ、それすごい考えさせられるとこなんだけど、じゃあ説明を聞きに行くためってなった時にさ、じゃあ今度それこそオンラインでよくねってなってくるやん。確かに技術の方が実際に見ないとわからないとこはあるかもしれない。でも言葉になった瞬間に、それってもう 100% 同じものがオンラインで今再現できるわけよ。どう思いますか、うん、これからの、 そのレッスンのあり方とか、うん、まあそれこそもうちょっと大きく言うとその留学のあり方みたいなものに関して、うん、なんかこうやってレッスンがもうオンラインでできるようになって、うん、それがどんどんこれから発展していくものなのか、それとも今の、なんだろうな、そのリアルに実際に会ってっていう形っていうのがずっと残り続けていくものなのか、オンラインはオンラインの良さを見つけていくしかないと思うのね。する側からしたら。オンラインっていうかさ、パソコンを通してレッスンするっていうのが結構画期的だと思うの、俺は。楽譜とかバーって引っ張ってきてさ、いきなり。で、その画面共有してなんか書いたりとかってさ、オンラインになって誰とでも繋がれたことよりも、なんかむしろ俺そこにすごいなんか便利性を感じるね。それがまず一つなの
と、だから今後のレッスンの形ってなんかなんかその音源を実際になんかそこでなんかバーって聞かせたり、書き込みができて、そのスコア譜とかもなんかもう一瞬で持ってこれて、うん、これとここはこう重なってこうでしょっていう、なんかなんていうの？そう、昔だったらスクリーン使ってやらなくちゃできなかったことが、今簡単にこうやってもう携帯でも何でもできるっていう時代になったじゃん。うん。それが多分すごいこう、今後変わっていきそうっていうか、俺はもうそれを絶対そうしていくし、多分。実際会うよりももうなんかオンラインでこうやって画面でやった方が簡単に説明できることもある。オンラインレッスンってさ、本当にできなかったことじゃん。で、なんかその、このなんかありがたさっていうのを、なんかあんまり世の中の人って分かってないんじゃないかって言いたいの。電話代もいらなくて、これが無制限にできるっていう世の中でしょ？絶対使うしかないんだよね。絶対やるんだけど、やり方っていうのが多分まだみんな駆け出しやん、結構オンラインレッスンって。そうですね。うん、もうちょっとなんかね、多分便利にしていけると思う。じゃあその利点性を今、その、やっぱり見つけることにまだ勉強中なんだけど、で言っても半年やからね、オンラインレッスンを始めたのなんて。実際のこう対面のレッスンってもう10年ぐらいやってんだけど、それって多分もう結構自分が思いついた反省点とかっていうのはもう多分全部一応、全部じゃないけど、今のところ結構もう形が出来上がってると思う。で、オンラインレッスンってなった時に、なんかもっとオンラインレッスンでしかできひんことの、なんかこう、利点っていうのを見つけてったらいいと思う。斉藤君言ってたじゃん、なんかさ。僕個人的にはその、ツイッターでも発信しましたけど、その、なんだろう、うん。ギターを習いに行く目的でもう先生と会わなくていいかな。